昔僕が台湾に遊びに来た時にあるクラブへ行って、その時に私の歌を歌っているのを聞きました。それが夜空という歌でした。それでとても嬉しくて、でもそのクラブで僕が五木ひろしでその歌を歌っている歌手だということは皆さん知りませんでした。でも歌は皆さん知ってくれてました。そんな思い出があります。そして、今日空港へ着きましたらファンの方がいてくれてお花を持っていてくれたり、私の一番新しい CD も持っててくれたり、びっくりしました。これが一番新しい4月に出たばっかりの シングルなんですけど、これを持っているファンの人がもういました。だからびっくりして、サインもしたりして、とても嬉しかったんですが、过去我来台湾呢去过一个那个俱乐部，那那个时候俱乐部放的歌就是夜空，那他听了非常的高兴，可是呢那个放的俱乐部的人其实并不知道他就是吴孟宏吴孟宽，然后他很想他就觉得说他不知道是我，可是我很高兴这样子。那这一次呢来台湾机场的时候，有好多那个歌迷来迎接我，然后里面呢还有人拿到我最新的 CD 过来，然后让我签名，所以我非常的高兴，觉得台湾真的是很温暖很温暖的地方。あと一つ、私が今回台湾に来ました、コンサートをやるということが自分の中で決めました大きな理由の一つが、2年前の阪神、東日本大震災の時に、台湾の皆さんが、台湾という国を挙げて皆さんがたくさんの義援金を日本に送ってくださいました。それに対して、本当に日本国民の一人としてとても嬉しく思いました。ですから今回はその時の皆さんへの恩返しのつもりで私はコンサートをやるという気持ちになりました。ですから改めて皆さんに本当に感謝したいと思います。日本人真的就搞累，又提到3.11的事件。我来台湾这一次，其实有一个最大的理由，就是两年前呢，3.11大地震的时候，那个时候台湾有非常多的援助对于日本地震，有非常多义援金跟各种物资的援助。那非常感谢台湾能够这样子的帮助我们。那我作为日本国民的一个人呢，我觉得说这真的是非常要感谢台湾的，然后是谢谢台湾能够来这样子帮助我们。那这也是我为什么这一次会来台湾举办演唱会的最大理由。那我在这里呢再次的跟各位报告说，非常谢谢大家能够这样子来支援我们，支援日本的事情，我们觉得非常的感恩，谢谢大家。是，谢谢宽哥这么客气哈，那就帮我们一起抵制菲律宾就好了哈。好的，哇，糟糕，这个翻译比较难解释一点，可能要花一分半。啊，这日本人真的太搞累啊！这是3.11之后，每一个来台湾，不管过多久，真的都好感谢台湾，大家彼此的感情是血浓于水哈、啊。谢谢大哥，所以最后我们要除了欢迎大哥之外，我们还要再送上台湾特色的水果，给大哥了解，更加认识，更加的爱上台湾。我们请小亮哥送上我们的水果、哦。好，我们再次请 Vivian 亮嫂。欧比友，我们一起再合影好吗？来，四位一起啊！台湾最有名的水果哈、啊，这个